3つ目こちらです。じゃんじゃん、コンセプチュアルジュエリー。はい、ということで、ごめんね、いちいちやらせてすいません、お決まりになってます。はい、そんなわけで、コンセプチュアルジュエリーっていうのはちょっと聞き慣れない言葉が出てきました。あくまでも私はアーティストとして活動はしていきたいと思っていて、うん、はい、表現自体もそうなんですけれども、はい、なかなかこう身につけることができるっていうことが自分の中で一つの作品に対してる決まりというか、そこで生まれるこう特別な価値観を表現したいので。ただこういうふうに展示を見に来た人にしてみたら、本当にこうジュエリーを見てる感じでね、そうなの、これがジュエリーなの、アートなのっていうような話にやっぱりなりませんか。自分の表現としては見えないものを見える形にするのがアートだと自分の中で思っているので、はい、例えばそうですね、自分が今置かれている状況で何か違うなって感じたり、他の価値観に変わってきてるなみたいなところを、うん、取り込みながら表現するようにしているんですけれども、はい、例えば今回のはダイヤがないリングなので、はい、こう今までダイヤを買うことがステータスだった価値観から、こう自分の周りを大事にしたりとか環境がの方が大事っていうステータスに変化してきている時代なんじゃないかなっていうことが今回のこの作品に込められて、はいはい、いて伝わるといいなと思ってます、うんうん、私これ本当に、ね、コンセプトを感じました。コンセプトジュエリーってなるほどなと思ったんですけれども、そういうアーティストさん の, 気持ち思いを聞くとですね、物語がついてもっともっとこう価値がすごく私上がったような気がします。欲しくなっちゃった。白山さんの作品は札幌でもこう出会える場所、今回はたまた宮の森ミュージアムでの、ね、はい、展示でしたけれども、ブティックなんかにも置いてるところがあるそうですね。大通りにあるインポートブティック、うん、ホルトゥーナに常時置かせていただいておりますので、そちらもご覧ください。はい、遊びに来てください。今日のゲストはマルソジュエリーアーティストの白山郁美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。